ダニエル・ケイノウエ太陽望遠鏡はアメリカ・ハワイ州のマウイ島のハレアから天文台に建設中のアメリカ国立科学財団の太陽望遠鏡である。名称はハワイ州出身で日系アメリカ人初の連邦上院議員だったダニエル・ケイノウエに由来する。予定通り2018年に完成すれば世界最大の太陽望遠鏡となる。望遠鏡の建設には 約3億4400万ドルの費用がかかり、ハレアから天文台のアメリカ国立太陽観測所内に建てられる。観測所には直径約14フィートの主橋が置かれており、太陽の表面を詳細に観測できる。また、イギリスのクイーンズ大学は観測所の望遠鏡は1 0 0トル離れた場所にある、コインを見ることができるほどの性能であると発表している。 観測所にマウイ島が選ばれた理由として、晴れる日が多く、観測に必要な大気の条件が良好であったことなどが挙げられる。望遠鏡の設置は2010年に計画され、当初は2017年に完成する予定だった。観測所敷地の基礎工事は2013年1月に開始され、望遠鏡の建屋は2013年9月に完成した。 主教は2017年8月1日の夜間に観測所に運び込まれ、同月中には望遠鏡の構造はほぼ完成した。ファーストライトは2019年を予定している。望遠鏡のレンズ部分にアパーチャー設計を採用しており、わずかなコロナを観測する際に障害となる散乱光を最小限に抑える働きをしている。これにより、 微細なコロナへの保証工学の適用が可能になり、観測した画像を再構成する作業も容易になる。2014年現在、22の機関が観測所に協力している。施設運用、アソシエーションオブユニバーシティーズ、s i リサーチ・イン・アストロノミー資金提供、アメリカ国立科学財団内部研究員、アメリカ国立太陽観測所、ありがとうございます。